火山。火山、火山は、近くの深部にあったマグマが地表、または水中に噴出することによってできる、特徴的な地形を言う。文字通りの山だけでなく、カルデラのような大地形も、火山と呼ぶ。火山の地下にはマグマがあり、そこからマグマが上昇して地表に出る現象が、噴火である。噴火には、様々な様式、タイプがあり、火山噴出物の成分や、 火山噴出物の量によってもその様式は異なっている。火山の噴火はしばしば人間社会に壊滅的な打撃を与えてきたため記録や伝承に残されることが多い。火山の地下には必ずマグマだまりが存在する。マグマだまりの深さは地下数キロメートルから数十キロメートルとされる。このマグマだまりから岩盤を突き抜け何らかの理由でマグマが地上に放出される。 その地点が火山である。マグマが地上に到達するまでに通るルートを火道と呼び、火道が地上に抜ける地点を噴火口と呼ぶ。火道はしばしば主火道からそれて形成され、その副火道が地上に噴出すると、側火山と呼ばれる小火山を形成する。また、副火道が地上に噴出せず、地下に留まったままのものを、岩脈、岩脈が地層に沿って平行に、 地中で広がったものを岩礁とぶ。現在の地形に加えて、形成過程や内部構造も考慮して分類されている。同じ加工から何度も噴火を繰り返して、大きな火山体を成長させる火山。一回だけの噴火で形成されたもの。複製火山の一部である場合も多い。また、単性火山が多数集まっていて、全体が一連のマグマ活動と考えられる場合、 単性火山群として、複製火山扱いとすることがある。伊豆東部火山群、阿武火山群、小地火火山島群、ルピエイコールアンイコールブレの小火山群、フランスなど。複製火山の主火口から離れたところにできる小火山を、側火山、または、規制火山と呼ぶ。その名の通り、大火山の側にできる、別の火口である。多くは一度の噴火で形成される。 単成火山である。1911年、ドイツのカール・シュナイダーは火山地形を次のように分類した。この分類は日本では特に地理分野で広く使われたが、海外では過去においてもほとんど使われていない。この分類は成因を全く考慮せずに現在の地形だけで定義したものであった。火山の研究が進むにつれて形成過程が全く違うのに、 侵食などによって同じような地形になってしまう例。例えば、清掃火山であるのに侵食で平坦になったニセアスピーテが次々発見され、シュナイダーの分類では不都合であることが明らかとなった。このことは1950年代にはすでに認識され、マールを除き、日本の火山学、地質学においては1970年頃からほとんど使用されないようになった。 ただし、地理の分野では、現在でも、使用例があり、観光地の看板などに、これらの名称が残っている場合があるので、完全に、死後、となっているわけではない。多くの火山研究者は、シュナイガーの分類用語を使わないことを推奨している。かつては、活発に活動中である、活火山、噴火活動の記録はあるが、その時点において、噴火活動が起きていない、旧火山、 有史以来噴火活動の記録のない死火山に分類されてきたが、旧火山や死火山が突如として噴火する事態が多発し、実情に合わないとして段階的に見直しがされ、現在では、活火山とそれ以外の火山に分けられている。日本の火山噴火予知連絡会、気象庁による定義によれば、活火山は、おおむね過去1万年以内に噴火した火山及び、 現在活発な噴気活動のある火山とされている。また、活火山内においても、活動の頻度には大きな差があるため、火山噴火予知連絡会は活火山を、その噴火頻度によって、ABC の3つのランクに分けて分類している。火山は地球上のどこにでもできるわけではない。火山ができる場所は大きく分けて3種類ある。これら3種類以外に、 過去にスーパープルームと呼ばれる核付近からの大規模なマントル上昇による大噴火もあったと考えられている。また、21世紀初頭にはプチスポットと呼ばれる蒸気3タイプに該当しない新たな海底火山が発見されている。海底火山が噴火を繰り返し頂上部分が水面から上に出た場合、その部分は島となる。火山島である。小規模な火山島は、 噴火を繰り返す火口部分の実が海面上に出ており、居住は不可能であるが、大規模な火山島の場合、火口から離れた海岸部分を中心に人が居住することが多い。火山島は養分に恵まれた肥沃な土質をしており、有人島の場合標高が高いため、雨も降りやすく、ポリネシア人の入植した島々においては、火山島の方が 三五小島に比べたロイモなどの濃厚が行いやすく豊かな文明を築くことが多かった。ただし、火山島は海底火山の河口部分が海面上に出たものに過ぎず、一旦噴火が起きた際には逃げ場が存在しないため被害が拡大する傾向がある。また、海底火山が噴火して新たに島を作ったり面積を大幅に広げることは珍しいことではない。近年においては、 1973年と2013年に、小笠原諸島の西の島近坊において、海底火山が噴火して、新島垣、西の島とつながった、西の島、新島などが知られる。ただし、こうした島の多くは、火山活動が収まると、付近の潮流に削られて、面積を縮小させ、再び海中に没することも多い。イタリアのシチリア島の沖合に存在する。 海底火山は1831年に噴火し、フェルディナンデアと呼ばれる島を形成した。この島は地中海の交通の要衝にあったために、イギリス、フランス、スペイン、両シチリア王国の4カ国が領有権を主張する事態となったが、島はその年のうちに波に削られ再び海中に没した。地下のマグマが稼働を通って噴出することを噴火と呼ぶ。噴火は、 マグマの蘇生によって変化し、粘性の低い玄武岩が主体となっているマグマの場合は、下降から溶岩流が流れ出すのに対し、粘性の高い流門岩が主体となっている場合は、大規模な爆発を起こすことが多く、爆発しない場合は、溶岩ドームを形成する。粘性が玄武岩と流門岩の中間程度である、安山岩を主体としている場合は、非タイプも両者の中間であり、 溶岩流が流れ出すこともあれば、爆発を起こしたり溶岩ドームを形成することもある。一旦噴火が起きると、火口からは、様々な火山噴出物が噴出する。マグマがそのまま液体として流れ出したものが溶岩で、あり、冷え固まって、固体となると火山灰、火山弾、軽石、スコリアなどの火山採設物となり、また火山ガスなどの気体も噴出する。これらの噴出物は、 非常に高温であり、一旦噴火すると、周囲の土地に多大な被害をもたらす。溶岩流は、流速が遅く人が直接飲み込まれることはそれほど多くないが、周囲の土地を飲み込んだ場合そのまま固化して、岩石となるため、農地や住宅地が飲み込まれた場合使用不能となる。火山ガスは高温の上に酸化炭素、二酸化用、硫化水素などの有毒な気体が多く含まれ、 また酸素が少ないため、有毒成分の吸入や酸欠によって人間が死亡することも珍しくない。火山ガスは密度が高いため特に窪地に溜まりやすく、風向きや火山活動の活発さによっては、特に大噴火となっていなくともガスに巻かれて死亡することが稀にある。火山再生物が火山ガスや水蒸気などの気体と共に流れ下る。 火災流は高温の上非常に速度が速く、発生した場合多数の人々が死亡することが多い。火災流による大災害の例としては、79年に起きて、ポンペイの町を飲み込んだベスビオ火山の噴火や、1902年に西インド諸島のフランス領マルティニーク島にあるプレイ火山で発生し、島の首都であるサンピエール市を飲み込んで2万8000人の死者を出したものなどがある。 こうした直接の噴出物のほか、噴火によって火山の山体そのものが損傷し、衝撃によって崩壊することがある。山体崩壊と呼ばれるこの大規模な山崩れが起こった場合、多数の人命が失われることが多い。さらにこの山体崩壊が海の近くで起こった場合には大量の土砂がそのまま津波を起こし、対岸にも巨大な被害を与える。 この山体崩壊による津波としては、1792年の雲仙岳の噴火によって微山が山体崩壊を起こし、対岸の日号を大津波が襲った島原大変日号迷惑などが知られている。また、周囲に大量に降り積もった火山灰は安定しておらず、降雨があった場合土石流を起こして流れ下り、やはり多大な被害をもたらす。また、 大気中に放出された火山灰は飛行機の運行に対して重大な影響をもたらす。噴煙や火山灰は飛行機の視界を遮るほか、火山灰が機体に当たれば損傷を起こすし、何よりエンジンに火山灰が吸い込まれた場合、最悪の場合にはエンジンが停止してしまう場合もある。こうしたことから大規模な火山噴火が起きた場合、火山周辺のみならず周囲の広い範囲にわたって、 飛行が禁止となり、交通や経済に重大な損害をもたらす。2010年にアイスランドのエイアフィアトラヨークトルで起こった噴火においては、アイスランドのみならずヨーロッパ大陸の広い範囲において飛行が禁止され、数十万人の足に影響が出た。2010年のエイアフィアトラヨークトルの噴火による交通麻痺。海底火山の噴火の際は、 通常被害がもたらされることはないが、噴火の際に、河口の直上を船舶が航行していた場合、噴火によって船舶が吹き飛ばされ遭難することが稀にある。こうした事故の例としては、1952年の病人省の噴火の際に、海上保安庁の測量船、第5海洋丸が巻き込まれ、職員31名が殉職した事故などがある。火山活動が、 人口集中地域の近くで起き活動が沈静化しない場合、その土地の住民は移住を余儀なくされる。近年では1994年にパプアニューギニアの使用口の一つだった東、ニューブリテン州都のバウルにおいて、金傍のタブルブル山とブルカン火山が同時噴火し、5メートル以上の荒廃によって町が埋め尽くされ、州都が20キロメートル離れたココポの町に移転された。 例や、1997年に、西インド諸島にある、イギリス領モントセラとのスーフリエールヒルズにおいて、大噴火が発生し、首都プリマスを含む道東の南半分は立ち入り、禁止区域となって、首都を北部の小村であるブレイズへと移転せざるを得なくなった、例などがある。こうした一般的な噴火被害のほか、破局噴火と呼ばれる非常に大規模な噴火の場合、 火山灰が大気圏に広がって、太陽光を遮り、火山の冬と呼ばれる低温期を数年にわたってもたらす、ことがある。火山は被害をもたらすばかりではなく、人類の生活に密接につながり、様々な恩恵を与えている。火山は、カルデラ湖や火山活動により形成された美しい山陽、変化に飛んだ地形、噴煙を上げる火山活動そのものなどを目的とした。 観光客が多く訪れ、その地域の観光の目玉となっていることがある。日本のシンボルともされる、富士山も火山であり、噴火を繰り返したことによる、清掃火山特有の修麗な山陽から、大観光地となっており、登山客も多く訪れる。このほか、雲仙岳や阿蘇山なども活発な火山であると同時に、大観光地ともなっている。草津白根山のように、 火山ガスの成分が溶け込んだ美しい加工庫を持ち、観光名所となっているところもある。ただし2014年以降、噴火警戒レベル上昇によって、草津白根山湯釜加工の観光はできなくなっている。観光地としての火山は風景そのもののほか、地下のマグマによって熱せられた温泉が周囲に多く流出するため、より価値の高いものとなっている。草津温泉や別府温泉をはじめ、 火山性の温泉は日本にも世界各地にも存在する。中でも日本は火山が多いためそれにつれて温泉も多くなり世界有数の温泉数を誇る。また火山は透水性が高いため山麓は多量の湧水に恵まれ市民の生活や工業用水などに使用される。火山はエネルギー源としても利用可能である。火山周辺の高い樹熱を活かし、 地下の熱水によってタービンを回し発電することを地熱発電と呼び、新エネルギーの重要な一角を占めている。日本においては、地熱発電は、国定公園などの規制や温泉地の反発、発電自体の非効率性などによって、総発電量に占める割合は非常に低く、世界でもそれほど利用率は高くないが、顕著な例外がアイスランドである。 アイスランドの総発電量の 54.9%2005 年が地熱発電によってまかなわれており、これは世界でも際立って高い。さらに発電以外にもアイスランドの地熱利用の半分以上を占める暖房利用のほか、魚の養殖、温水プール用などアイスランドの地熱利用は多彩なものである。アイスランドの地熱利用が盛んなのは国土自体が 海嶺の陸上部分にあり、火山が非常に多いこと、人口が少なく、人口に比して、火山のエネルギー量が極めて豊富であることが挙げられる。火山のマグマには、有用な鉱物も多く含まれており、何らかの理由で集積を起こすことで交渉となることがある。火山性の交渉としては、熱水交渉や海底熱水交渉、噴気交渉などがある。 火山を研究する学問を総称して火山学と呼ぶ。火山はその得意な現象と噴火した際の大きな被害などから古くから注目されており、様々な記録が残されている。1943年に北海道で昭和新山が生まれた際には、三松正夫がその隆起していく過程を新山流起図という一枚の図にまとめた。これは三松ダイグラムと呼ばれ、 活火山の三体形成過程の詳細な記録として非常に貴重なものである。火山学において非常に期待されている分野に噴火予知がある。これは火山性地震の発生、火山性微動の増加や河口付近の流気、地下水の温度の上昇や火山ガスの化学組成の変化など様々な証拠をもとにある程度の噴火の予測を立てることである。 地下の圧力が高まっていれば蒸気のような変動が起き、それが増加していれば地下の活動が活発化していると考えられるためある程度の予測は可能であるが、あくまで予測であり、完全な予知は元より不可能である。また、火山の噴火タイプはその山ごとによって違い、さらには同じ山ですら前回と全く同じ活動をするとは限らないため、さらに予測は困難となる。 蒸気のような変動が起きていても、その後収束に向かうこともあれば、ほぼ直前までわずかな変動しかなかったものが突然、噴火することさえある。2014年の御竹山噴火においては、火山性地震は増加傾向にあったものの山体膨張や火山性微動が観測されなかったため、噴火警戒レベルを上昇させることはなく、結果として多くの犠牲者を出すこととなった。 日本においては、各火山の活動状況に応じて必要な防災対応や警戒範囲を示すものとして、気象庁が噴火警戒レベルを発表しており、噴火による重大な災害が起こる恐れがある場合には、噴火警報が発される。また、2014年の御嶽山噴火の反省を踏まえ、それまでも出されていた火山の状況に関する解説情報を一般登山者向けにも伝える。 ホームページを気象庁が解説したほか、臨時情報を臨時として強調するなどの改善を行った。また、日本国内の多くの火山においては、噴火時を想定したハザードマップが作成され公開されている。火山の噴火が確認されている天体は、地球、木星の衛星イオ、土星の衛星エンケラドゥス、海曜星の衛星トリトンである。金星、火星、タイタンにも、 噴火は確認されていないが、火山が存在する。火星の最も新しい噴火としては、240万年前に、オリンポス山が噴火した痕跡が発見されている。地球の基準に照らせば死火山となるが、火星の火山は、長い休止時期を挟んで、完結的に活動するとの説もあり、実際のところ死火山か活火山かは不明である。なお、オリンポス山の標高は、 約2 7トルに上り、太陽系最高峰でもある。これほど標高が高くなったのは、火星には、プレートテクトニクスが存在しないため、ホットスポットから火山が移動せず、噴出した溶岩が同じ場所に堆積し続けたためである。同じ理由で、火星にはアルシア山、標高1 9トルや、アスクレウス山、標高1 8トルパボニス山、 標高1 4キロメートルといった巨大火山が点在する。近世の火山の活動状況は不明な点が多いが数億年前に大規模な地質活動は終わったと見られている。月には海と呼ばれる広大な玄武岩平原が存在し、地質時代最も新しいモスクワの海溝領域で25億年前には活発な火山活動が見られた。ただし、 火山と言えるような地形はない。太陽系中で現在も地球と同系統の火山活動が活発に起こっている場所はイオである。イオの地表には400個以上の火口が点在し、2007年にはニューホライゾンズ探査機が高さ3 0 0トルにも上る巨大な噴火を確認した。イオの火山活動は衛星全体に点在するため、星全体が 火山から噴出した硫黄化合物によって覆われており、そのため、生自体が硫黄化合物の色である赤と金色に見える。岩石天体の火山噴出物は地球と同様の計算時を化合物だが、氷天体の火山噴出物は全く異なる。タイパンやエンケラトスの火山は水、トリトンの火山は窒素を主に噴出する。それぞれの天体の常温では固体であり、 近くの構成物質である。そのような氷天体に見られる火山は氷のマグマのようなものを噴出していることから氷の火山と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。